というわけなんだ教会は最低でも中立を宣言しなきゃならんと思うんだが数ヶ月で死ぬわけじゃなぎゃでも根性が足りんとねだーだーって聞いたんとほんだらんわおりょうさとは僕の友達なのです助けてあげてほしいのですリかちゃんはいつも言うと友達は選ばんとね なんねえ前原圭一と申しますまだ引っ越してきたばかりですがよろしくお願いいたしますお前のことはよう知っとるね前原家が引っ越してきた時挨拶に来なかったから印象が悪いんだよえそ,そういうことは先に言え <laughs> 村の一員が今危険な状態にありますそれを救うためにやっていることが あなたに迷惑をかけてますかひなみざわ町会はししぼね市役所とは手打ちしてるんだよ。連携して共存していくためには当然のことなのさ。さとこを見殺しにしてですかそのざきけは知ったこっちゃないよ。おばあちゃんさえ納得してくれれば町会も指示するって言ってくれてます。お願いします。黙まって首を縦に振ってください。いやだと言ったらどうするんだい この場で婆さんの頭を叩き割ってミオンを新しい闘志にして首を縦に振らせますなんと昔おんねこのガキは誰かポンと持ってきよこのクソ生意気なガキは叩きって井戸に放り込むがやすげえこれがその先家の闘志の迫力ってやつかよサトコ